大阪教育大学附属池田小学校は大阪府池田市緑ヶ丘にある国立の小学校。明治時代、学校教育の研究、実践の場として創立。日本で初めての世界保健機関のインターナショナル政府スクールでもある。同じ敷地に付属地、田中学校、付属高校池田校舎があり、連携し教育研究活動を行っている。1909年、 大阪府池田市半学校の付属小学校として創立した。教員養成大学の付属学校として、児童に初等普通教育のうち基礎的なものを行う、教育活動と学校教育と障害学習の実践的研究や教育実習生の受け入れなど、研究活動を行っている。通称は、不省知府、知省で、英語名称は、 池田エレメンタリースクールアタッシュド2大阪教育ユニバーシティ国際社会で活躍できる人間の育成を目指して1996年から帰国児童の受け入れを開始特別な学級編成を行わず帰国児童を普通学級に在籍させて他の児童と共に学ぶことにより日本の文化や習慣を理解し外国での経験を活かし共に 国際社会で活躍できる人材となるように教育活動を行っている。国際理解教育のほか、総合的学習や融合型の学習を包括的に捉え、新時代への教育改革を目指して、大阪教育大学附属地、田中学校、大阪教育大学附属高等学校池田校舎と共同研究を開始。同じ敷地に小学校、中学校、 高等学校があるメリットを生かし、小、中、高の連携で教育研究活動を行っている。2018年度の場合、学びの質を高める次世代の ICT 活用をテーマに研究し、池田地区附属学校として研究の成果を毎週に発表。起用にまとめられている。1、自ら進んで学び、生活を切り開く。 主体的な意欲と能力の育成に、好ましい人間関係を育てることによる、集団的資質と社会性の育成3、自他の生命を尊重し、社会の平和と発展を希求する心情の育成4、健康の増進と、明るくたくましい心身の育成5、安全な社会づくりに、主体的に参画する人間の育成。付属池田小事件も、参照2001年6月8日。 付属池田小事件が発生。侵入した男に児童8名が殺され、児童13名と教諭2名も負傷した。事件の直後、仮設校舎で授業を行い、2004年に改築した校舎に復帰した。事件を契機に全教員の共同研究として安全教育を推進しており、様々な事件を防ぐため、正門に警備員を配置し、校舎も可視化を図り、 非常用押しボタンを設置。安全設備の整備ほか、不審者対応訓練も、児童対象に1回、教職員対象に5回実施したり、毎月8日を安全の日と定め、危機管理マニュアルの内容の確実な実施を点検したりするなど、学校安全設備のモデル校となっている。2002年には、学校災害特別研究児童の受け入れも開始。 学校災害による兄弟姉妹が死亡した児童の発達過程と支援のあり方を研究して教育的実践を行っており、2009年4月には文部科学省から安全化を設置する教育課程特例校に指定された。2010年3月には安全な環境づくりを進める学校として世界保健機関のインターナショナルセーフスクール認証を受けた。ISS は 認定制度ではなく、保護者や地域と一体となり安全な学校を目指す、活動を評価する制度。2004年以降、スウェーデンや韓国、中華民国、タイなどの32校が認証されている。なお、事件の記憶の風化を防ぐため、大阪教育大学も含めた取り組みが行われ、大学では2006年から、毎年、全学部の学生に特別講義を開講。 事件の概要や学校安全などを学ぶほか、付属高校池田校舎でも6月8日に全校集会を開き、犠牲児童へ1分間の黙祷を捧げている。また、事件1年半後の2003年2月16日に、8人の児童の追悼式典を豊中市民会館で2月28日に祈りと誓いの集いを池田市民文化会館で行い、 2004年6月8日に、旧正門の近くに、祈りと誓いの塔を建立。以来、毎年6月8日に、塔の周辺で、全校児童や教職員、保護者が参加し、祈りと誓いの集いを開いている。祈りと誓いの塔は高さ4.5メートルで、8つの、金と、犠牲8児童の名前を刻んでいる。浮川秀信がデザインし、塔の周りに児童と保護者が花を植えている。 旧正門の外に市民向けの名分費も設置し、時計台と等と名分費を直線で結ぶように配置。郊外から一般市民も等に向け祈りやすくなっている。なお、当時、南組一年生で事件に遭遇した女子児童の一人は、後に産経新聞の記者となり、2018年に事件の様子について記事に綴っている。また、2020年6月8日、 現在、事件当日を知る唯一の教有が現在の校長である。創立の当初、豊野郡池田町立池田神社高等小学校の一部4学級で代用し、1919年に独立の校舎を設置した。太平洋戦争後の1953年に現在地へ移転する。1956年に、 大阪学芸大学附属高等学校池田校舎が設立され、1957年に大阪学芸大学附属地田中学校が池田市城山線2番地から移転し、小、中、校が整う文教施設となる。給料地の敷地に二棟の校舎と体育館、芝生広場、運動場、プール、自然観察園を配している。 大阪教育大学の開学記念日である11月1日は、本校の開校日ではないが、開学記念日に設定されており、休校となる。校歌、編集効果は、池田市半学校の校歌を、そのまま用いている。隣接の付属地、田中学校も、同じ効果である。なお、校歌の作詞者は不明で、作曲者は、小部宇八。校章、 編集交渉は1911年5月1日に、制定。池田市は古代から開け、五福の里と呼ばれ、特に五福、綾葉などの旗織りの地名が現存していることから、交渉の外枠は糸巻きを図案化している。その糸巻きの中心、符を廃し、永遠に糸が切れることなく続く意味を持たしている。2020年度の場合、1年生を100名で募集。 先行されており、入学後1学年3クラスで構成。それぞれを東組、西組、南組と称して、クラスカラーを白、赤、青に定め、運動会は全校縦割りで白組、赤組、青組に分かれて競う。学習指導は学級担任による行われるが、選科担任による授業も学年が上がるにつれて増える。なお、卒業後、 隣接の大阪教育大学付属地、田中学校へ連絡進学しており、2017年は65人だった。外部の私立校などへ進む児童も見られる。校長は大阪教育大学の教授の兼任で、通常2期4年を務める。副校長は教員の中から昇格する。教員の多くは大阪府教育委員会や大阪市教育委員会。 川西教育委員会との人事交流で着任する。かつて十数年も勤務する者も,も多かったが、最近は5年前後で転任している。海外の小学校と交流協定締結を結んでいる。月に1回、なごみの日があり、3年以上では、稼働、作動を体験し、なごみの心を培う。ワクワク活動では1から6年生の医学霊集団で団を構成し、集う。 遊ぶ、放仕するの活動を通して、助け合いの心を育む。通学区域は、大阪府北部の大阪市淀川区、池田市、豊中市、美濃市、水田市と兵庫県南東部の川西市、伊丹市、宝塚市、稲川町のうち、学校が指定する地域で、通学手段は徒歩、または公共交通機関に限る。通学区域に居住を条件とする入学選考は、 令和2年度第1学年児童募集の場合、募集人員100名で、願書は前年11月中旬から配布。翌年1月中旬に面接と別の日に調査、観察が行われる。1996年より7月と3月に帰国児童、外国籍児童の編入を募集しており、対象は第3学年からで最大6名を編入する。 外国での生活経験から得た文化、言語、価値観を生活の中で生かして日本の文化や習慣を理解する。ありがとうございます。